またこちらか。課せられた責務だけを果たしておれば良いものを。いらぬ欲など出しおって。勝手な教義、信仰、問題だな。狂信者に感化された組織など無用。夜あたりを求め、よりどこ、夜はあたりで求めるは人の常だ。だが過ぎたるはなお、及ばざるが今年。訓戒が必要だ。もとより打ち捨てられる運命にある組織。今更どうなるものでもあるまい。さよう。存続させたところで得るものはない。もはや十分その役目は果たしてくれた。現在、各地の処理中だ。アクビーの処理はスタインが指揮しておる。因縁の処理も含めてな。それも今の一死で片付いたのではないか？それにしてもカレルレン、ご大層なことだ。たかが分析会。何をそれほど入れ込むのか。人も機械も我らにとっては道義。そう、どちらでも同じこと。手法、エネルギー10に回復まで20、期間、全力発揮、問題なし、本艦、戦闘軌道に支障なし、障害物除去行動、達成率約8割、現状、進路クリア。カレルレン閣下、蒸発を免れた艦船が数隻ありますが、いかがいたしましょう。ラムス03-05-11は損壊。非損壊を問わず回収。それ以外のゴミは消去しろ。回収、消去には試験体ウェルスを使用。シュタイン様からの目標のマーキングを確認。130ある検査発掘物のうち最南端のものです。制圧隊、ゼボイムへ入ります。そうか。500年間、探し求めた者の姿、楽しみだ。ウェルス、放出します。何なんだよ、あのバカでけえタコツボみてんのは。何なんだと言われても、一発で他のサルベージ船団のほとんどが吹き飛んだじゃねえか。まさかこれが教会の挨拶の仕方だってんじゃねえだろうな。当たり前でしょう。なんで発掘の手伝いに来た我々を攻撃する必要が。艦長、ウェルスなのね。タコツボから資料がわんさかなのね。なんだと？バカな。ギアを出せ。大砲に弾を込めろ。艦長？野郎ども。他船団の生存者を可能な限り救助しながら逃げる。大砲は二門とも狩猟どもを撃ち落とせ。この玉図にあの薄汚ねえ狩猟どもを仕方させるな。アンス、ぼさっとしてんじゃねえ。舵を取れ。あのタコツボに弓のところの逃げっぷりを見せてやれ。了解。ということで、ウェルスってもいろんなタイプがいるな。うわ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 。救難信号探知。タムズが狩猟の群れに襲われている模様です。ストーンの遺体とソラリスによる粛清か。急ぎましょう。このままではタムズは狩猟に。
このままで。なんてこったよ、俺ここまでセーブしねえぞ。なんだかどこで回復できた気もするんだけど、めんどくさいんでサバイバルテント使っちゃいます。さて、え、どっから出ると OK、 発進。タムズに行けばいいのね。タムズどこだ。もう途中までもう行っててくれよ、道中がめんどくせえ。なんか覚えた。間違えた。これとあれだ。船の中入っちゃめんどくせえ。こっちか。あ、状態異常の回復ね。身体的な、だから毒とか。敵出るの早いって。欲しくなそうだったっけ。あれ、こいつこんなことだったっけ。防がれてます。
見えてきた。え、お前、え？何？あー、いらねえ、そういうの。そういうのいらない。なるほどね。いいよ、攻めにゲーム。いいえ。おめえに構ってる場合じゃねえんだよ。じゃあこっちだ。ブリッジ。おう、先生さんじゃねえか。なんだ、心配して来てくれたのか。ええ、まあそんなところですが、思ったより大丈夫そうですね。当たり前じゃねえか。俺たちは、海の男だぜ。って言いてえところだが、実は結構大変だったのさ。怪我人に死人も出た。だが沈んだ他の船のことを思えば泣き言は言えねえ。逃げられただけでも幸運さ。しかし先生さんよ、あのタコツバ一体何なんだよ。派手にぶっ放しておまけに資料まで捨てていきやがって。それにあたっと何にもないか、偏屈赤いなの白前現場に向かってたぜ。固まるか。俺らはもっと奥のでっけえ発掘所に行けって言われたのによ。やはりそれと見るからに怪しいバカでけえでギアを見たってやつもいるらしいぜ。何でもその発掘場にシュッポシュッポと飛びながら案内してるみたいだったって話だ。ストーンがどうやら間違いなさそうですね。そこに何かあるのは。俺のサルベージャーの勘もそう言ってる。あんなとこ近寄るとこもねえが。で、先生さんよ、あのタコツボはあんたらの敵なのかい。そうとも言えますか。そうか、仇を取ってくれとは言わねえ。ただこのままじゃ腹の虫が収まらねえ。あいつらの邪魔するんだったら何でも協力するぜ。その発掘場のポイントならハンスにでも聞いておくれ。じゃあそうしよう。はい、今更あの高津坊館の向かったポイント、ここからまっすぐ北の島。なるほど。では
間違えた。発信。よっしゃ、ではでは、北津竹か。あ、あれか。内側から上がれそうだね。教会発掘現場。チタンさん、トラリスは何が狙いなんでしょう。トラリス本国軍か。なぜわざわざ。いえ、とにかく降りてみましょう。さてさて、何が出るやら。ねえ、これエンカウント出てたの？それとも正面の敵と戦おうとしてんの？カード！それ廊下のカード！すり抜けないで。結構痛い。間違った。あ、弱。こういう時こそ、あえて回復を下にやらせて。なぜやたら狙われないんだ。なんでビリーこんなヘッド高いんだ。敵が弱い。攻撃力はまあまああるけど、HP ないね。普通にいきなり襲われたんだが。こいつも来んのか。グラフ。気づいているかしら。彼のギアが再び目覚めようとしている。じきに彼自身も目覚める。彼の仲間はゼボイに向かったわ。4000年もの間、閉ざされていた地。あそこに何があるかは、あなたの方がよく知っているでしょ？多分、彼は誰にも渡そうとはしない。でもね、私やあなたにとっても必要なものなの。わかるでしょ？だから、お願い。
怪しい動きを見せるね。お、なんか広がってましたね今。行かない。しか行かないか。なんだこれ。これが遺跡の町。話には聞いていたけど。知ってるわ。よく知ってる。私。そう。空洞都市ゼボイム。私たちは、自らをこの広大な霊廟に葬った。エリ、エリ、どうしたんですか？え？え？私今。いえ、先を急ぎましょうか。彼女にもまだな、まだまだ何か秘密がありそうだが。普通に敵が出た機械。動き早いな、攻撃力も高いし。実は本気でレベル低いんだろうか俺。チタンを信じる。あ、寝た。ラッキー。動きが速い。あ、セーブポイントありがてえ。何もしてねってだから。わ、なんだこいつら。こいつ明らかにキモい。やばそうだから絶対になんとかしよう。しまった、丸ごと出しちゃった。わっ、これは結構攻撃力高い。眠り、しかも全体。うわー、これ害悪。最悪。
また寝かされてもたまらんな。わあ、倒れない。焼いて。焼け。ダメ聞かないのかよ。あ、エーテル攻撃吸収されてる。ここ何箇所かはそこまで苦戦もなかったんだけど、ここの敵は結構厄介なやつが多いですね。まあとりあえずセーブポイントもあったんでね、とりあえず今回はここでサバイバルテントを使って回復してね、これ以降の探索はまた次回に回したいと思います。ここが一体どういう施設なのかっていうのももちろん気になるんですけど、未だにこう戦闘に復帰しないフェイの様子も気になりますね。はい。この B の装備ってここだけ逆にしたら属性変わったりしねえかな。あ、そもそも外せねえわ。まあ、いっか。はい。では、ゼノギアス実況プレイのパート48、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、まだ見てくれな。